今日は、がっつりしたロッキンをちょっと踊っていきたいなと思います。曲は、ピーターパンの、ユーリさんのピーターパンの曲で踊りたいと思います。はい。じゃあ早速やっていきましょう。ぜひチャンネル登録してね。日もセンチも行かないよ。綺麗ごとに踊り踊らされ大人の友情式なんてものは丸めて捨てちまえ。ピーターパン症候群症指を刺され罵られようがおとぎ話みたいなハッピーエンドを思い描いて生きていくんだ。じゃあまずカウントです。カウントでいきます。まず A で準備します。 A でクロスから準備してクロスハンドいきます。したら右足前に放り投げてこういう感じです。ドン、うん、トントントンでいきます。横から見ると1トントントン、カウントが1、2、and 3になります。はい、そこに手を1こうつけてきます。クロスです。ワン、ツー、エンで右足、左足つくときにマッスルマンで、はい、上げていくんです。この時にアイソレで体をこう曲げて回していきたいです。つくときに回してそのままダブル、はい、カウントいくとセーブ、エイ、ワン、ツー、エン、スリー、イー、フォー、エンでダブルです。うん、この時にしっかり飛んでください。ピーターパンって言ってるから You can fly ね、ピーターパン You can fly! You can fly! みたいなイメージかな、ちょっと違うけど、はい、いきましょう。もう一回セーブン、エイ、ワン、ツー、エン、スリー、イー、ダブル。さらそのままファイブ、はい、ファイブです。しながら左足後ろに放り投げてダブル、ファイブ、そのままシックス、はい、セブン、膝、つま先蹴ってきます。この時に、意識してほしいのが体がずっと表面まっすぐになってほしくないです。これがトーン、まっすぐ、1、トントンではなくて見せ方としてしっかり体の向きを変えていきます。次はダブル横、こっち反対に変えてトントン、そのままさらにキックです。はい、カウント的には4、5、6、7、8、1、で蹴ります。この膝つま先で蹴った時は全然まっすぐでいいんですけど、次のこの1、で蹴る足は、右足はこの左足よりもちょっと高く頑張ってあげてほしい。意外に早いんですけど、ここドンドン、すぐブンって頑張っていってほしいなと思います。ここまで頭からやってみましょう。今すぐ有料会員登録すると14日間無料。気になるダンスバレエ動画を視聴してみてください。アーティストダンスパークでは無料レッスン、ダンスに役立つ知識、映像作品などいろいろな内容を配信してます。ぜひチャンネル登録してね。1、2、and 3、ダブル、5、6、7、8、1、and です。はい。今多分見てた。